皆さんこんにちは、ななみです。この度 YouTube を始めることになりました。はい、始めたきっかけなんですけど、テレビのお仕事を少しずつ最近やらせてもらってるんですけど、本当に緊張をもともとしやすいタイプで、ね、今も若干緊張してるんですけど、YouTube ではもっと自分の素に近い部分を皆さんに知ってもらいたいなと思って、 YouTube を今回始めさせてもらうことになりました。 YouTube のチャンネル名っていうんですかね、っていうのも決まってなくて、なんで今回ちょっと募集しようかなって思ってます。なのでチャンネル名なんかこういうのがいいんじゃないっていうのがあったら、コメント欄とか、あと私のインスタグラムとかでもいいので、ぜひじゃんじゃん送ってください、お願いします。早速今日初回ってことなので、自己紹介やっていこうかなって思ってます。名前は、ななみです。誕生日が1994年の10月17日です。出身地なんですけど、東京都になります。血液型なんですけど、私実はまだ血液型わかんなくて、B 型か O 型なんですけど、周りの友達からは B 型って言われることが多いです。そう、普段はですね、お仕事なんですけど、と女の人多いと思うんですけど、このまつげの美容のお仕事をしています。今私ちょっとね、お店忙しくてやる時間がなくて何もしてない状態なんですけど、パーマをかけたりとか、あとはエクステをつける仕事をしています。でお店は渋谷と原宿に2店舗と、あと福岡にも1店舗お店があります。であとプラスして、モデルと、あと最近はタレントのお仕事もやらせてもらっています。なんでアイデザイナーっていうお仕事を選んだかっていう、お客さんとかにも結構聞かれることが多くて、皆さんもちょっとそこ不思議だなと思ってる人とか、知りたい方いると思うので説明すると、まず私ずっと将来、小さい頃とかは動物がすごい好きで、動物関係の仕事に就きたいなってずっと、漠然と思っていたんですね。結構お世話するのとかしたかったので、本当は動物園の飼育係さんになろうかなってずっと思ってたんですけど、高校生になった時に、進路を卒業するにあたって決めることになって、やっぱ将来自分仕事に困りたくないなっていう現実的な感情がすごい芽生えてきて、やっぱ手に職じゃないですけど、何かしらのこう免許が欲しいなって思ったんですね。なので、その時に自分が一番興味あったのが美容のことだったので、美容の専門学校に通いました。その時も正直美容系のアイデザイナーになろうっていう気持ちはあんまりなくって、とりあえず美容師免許が欲しいっていう感情だけでこう美容学校に行ったんですけど、でどちらかというとメイクが好きだったので、メイク関係のお仕事に行こうかなっていう、またその進路を考える時に、その時すごい悩んだんですけど、その時にそのアイデザイナーっていう仕事を知って、一応お仕事が美容師免許がないとできないお仕事になってるんですね。なので免許も活かせて、あとはメイクほどじゃないですけど、結構目元で人の印象ってだいぶ変わるので、デザインとかもアドバイスできたりするし、若干メイクに近いところもあるのかなと思って、アイデザイナーになりました。今5年ぐらいですかね、やってるんですけど、結構私はアイデザイナーの道に進んでよかったなって思うことが多いですね。結構1時間ぐらいとかお客さんとこう1対1での空間っていうんですかね、になるので、やっぱ仲も良くなるし、なんかいろんなお客さんが来てくれるんで、例えば自分の周りにはいないタイプのお仕事とかしてる方とかともお話できたりとかするので、そういう面でやっぱり、お客さんといる時間が多いので、結構アイデザイナーならではなのかな。であとは月に1回とか来てくれたら、月に1回必ず会って1時間話してっていうのって、なかなか他の仕事ではできないんじゃないかなと思って、なのでそこにやっぱ楽しさを感じてます。プライベートでは最近のブームなんですけど、最近やっぱ自粛とかでね、外であんまり思いっきり飲んだりとかできないと思うんですけど、やっぱ天気とかいいじゃない。ここのいつもだったらフェスとか行って、外でなんか音楽聴いて仲良しを軽く飲んだりとか、すごい結構楽しみだったんですよ。こう暑くなってくる時期に外の風を浴びてこう
ちょっと軽く飲むとかすごい好きで、でも今年はやっぱりねできないので、最近ベランダにほんとちっちゃいテーブルと椅子を買ったんですよ。でそれでそれを置いて夕方くらいにあのちょっと軽く一杯飲むっていうのが最近のマイブームで、本当にあの気持ちいいんで、あの結構安くネットとかでも売ってるんで、あの皆さんもぜひやってみてください。本当にちょっと日が暮れてくるとそれもいいですよね。ちょっと涼しくなってんで、それが最近の私のマイブームですかね。結構やっぱ飲みことというか飲むことが好きなので、最近は家の中で飲むのを充実させてます。はいはい。で私の好きな YouTuber さんなんですけど、私本当最近まで全然 YouTube を見てなくて、実は最近になってこんな面白いんだと思って結構いろんなチャンネル見てるんですけど、あの料理を作ってそれを食べるっていうあの YouTuber さん結構いるじゃないですか。それを見るのがすごく好きで、特に好きなのはタニアンさんっていう YouTuber さんがいるんですけど、もともとなんか大食いの方でテレビに出てて、その方すっごい料理が上手なんですよ。あと食べ方がすごく綺麗で、でしかももう大食いなんですごい量作ってそれを食べるんですけど、なんかそれ見ててすごい気持ちよくてよく見てます。あとはこれ結構なんかエンターテインメント寄りの方たちなんですけど、プリットチャンネルさんっていうあの YouTuber さんがいて、なんで知ったの、あ、タニアンさんとコラボしててそっから知ったのかな。でなんか一回見たらなんかすごいハマって見ちゃって、なんかいろんな企画やってるんですよね。結構過酷なものからいろんなものをやってて、手に合ってもないのになんか親近感が湧いてるというか、なんでしょうね、あの YouTube のあの不思議な、やっぱ距離が近く思える。だからなんか私ももっとどんどんこう素を見せれるような企画をして、あの皆さんのこう近い存在というかになっていけたらいいなと思ってます。で、あのプリットチャンネルさんとかもなんですけど、あの始まる時にすごいキャッチーな挨拶をしてるんですよ。やっぱそういう挨拶私もちょっと憧れてて、なのでなんかいい挨拶あったら考えてちょっとコメントとかでもいいのであのしてもらえると嬉しいです。これから YouTube いろんな企画やっていきたいなと思うんですけど、まあ最初は私あのインスタとかでもなんかインスタライブとか全然やったことないのと、あとなんかよくメイクとかの質問がよく来るんですけど、メイクも動画で発信したことないんですよ。なので最初はメイク動画とかをやっていけたらいいなと思ってます。もっとこう私の素をなんか感じてほしいとこもあるので、過酷な企画とかもうなんかそのうちできたらいいなみたいな、なんかそういうのちょっと私もやってみたいんですよ。メイク動画とかそういうなんか美容とかのも入れつつ、なんかちょっと面白い企画とかもやっていけたらいいなと思ってるので、これから皆さん楽しみにしてほしいです。あとなんかこういうのやってほしいとかあったらすごい教えてもらいたいので、ぜひあの一緒にチャンネルを作る気持ちで、はい、見ていただけたら嬉しいと思います。はい、っていう感じで1回目は終わりたいと思います。この動画が、いいと思った方、高評価とチャンネル登録をお願いします。はい、ではななみでした。バイバーイ。